そういう意味でここまで残っていて、そこで初めて伝えたんですけど、最初に反対とかを本当にされなくて、うん、なんか背中を押してくれました、ね。だから大学院生の人とね。そうなんですよ。うん、はい、うん。まさか夢、こういう道に入るとか、私も思ってなかったんですね。はい。僕も思ってなかったですし、うん、なんかなんていうの、綺麗に言うとこう、導かれて、なんか今、導かれて。